ピオル。気持ちいいね、風。うん、忘れていたな、この感じ。ここってこんなに静かだったんだ。シュルク、いっつもラインといるんだもん。騒がしいのはそのせいよ。かもしれない。本当に静か。これから先もずっとこんな日が続けばいいのに。よう。あれからダンバンに会ったか。うん。俺はまだ無理そうだ。強いな、お前。そんなことないよ。逆に慰められてきた。そっか。そういう人だもんな、ダンバンは。うん。モナドがなくたって、あの人は強い。あの、シュルクか。体、なんともないか。はい、僕は大丈夫です。それより、あの、俺は、泣くつもりはない。え？1年前、俺は今日と同じくらい深い喪失感を味わった。体験の警告での決戦ですね。あの戦いで、たくさんの仲間たちが帰らなかった。動けない体でここへ運ばれてくるまでの間、あいつらのことばかり考えてたよ。だが、泣かないと決めた。あの決戦で死んでいった彼らには、守りたいものがあったんだ。家族や恋人や故郷。それらを守って戦ったんだ。そして、勝利した。どんなに辛くても悔しくても悲しむことはない。そう思うことにしたのさ。ダンバンさん。シュルク、フィオルンは後悔していないはずだ。あ、あいつは俺たちを、いや、お前を守りたかったんだ。そして、お前は生きている。だから、俺は泣かない。はい。フィオルンがくれた命、そう思って大切に生きていってくれ。頼む。まだ分かったとは言えません。でも分かりたいと思います。それでいい。俺もずっと分かろうとしている途中だ。フィオルンがくれた命を大切にか。やっぱりあの人は強いな。僕は決めたよ。え？命の使い道。あの、顔のついた鬼神兵を追う。シュルク。あいつらがこのコロニーを焼いて、フィオルンを。僕は必ず見つけ出す。見つけ出して、必ず倒す。あいつらを。笑うとこ？悪い、おかしくってさ。まさか先に言われると思ってなかったぜ。ラインも？ああ、同じこと言おうと思ってたんだ。意外だよ。説教されると思った？命を大切に使うってそういうことじゃないとか。そうそう、そんな感じ。絶対そう来ると思ってた。頭の中に二人の僕がいるんだ。一人はそう言ってる。ダンバンさんの言葉をちゃんと聞けって。もう一人は？あいつらを許すな、あいつらをやっつけろってずっと怒鳴り続けてる。それもこっちの方がずっと声が大きいみたいだ。そりゃきっとシルクの中に住み着いた俺なんじゃないか。納得。道理で声でかいわけだ。だろ？いつ出発する？もちろん今。
だな。行くか。死に急ぐなよ、小僧ども。この傷が癒えたら、必ず追いついてみせる。そして、共につかもうぜ、未来を。